まあどういうこと、なんだこれ、バグって書いてあるね。え、すごっ、ステージ残った、いや消えたんやけど。はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。はい、ってことで今回もね、みんなの動画を見ていきます。まずこちら、忙しい人のためのコープレイチンプレイ集ということで、めちゃめちゃいいね多いぞ。36秒のコープレイチンプレイ集やって、ちょっとこれいいね多い、絶対サムネやで、俺はわかるぞ。みんなの投稿の人ってね、みんなの投稿勢って大好きです、こういうの。人気ランキングをみんなで、ね、なんかね、見てほしい。もうね、あの、過半数、あの、10割これです。こんな感じのサムネです。見ていきましょう。何回見せんねん。3回。よ、な、すごい格好やったな、なんかな。なんかすごい格好でバースしましたけどね。これは？あ、テンポいいな。そういう意味ね、忙しい人のためって。テンポよ。こういう店ブラシ大好き。うん。テンポよ。クソテンポいいやんか。え？あ、これ決めるのかっこいい。終わってた。終わってった。お、テンポ良すぎた。いや、テンポ良すぎたけどいいと思う。うん、これをパート10ぐらいまで作ってくれれば僕は嬉しいです。いや、こういうテンポいいシリーズいいっすね。なんかそういうのも YouTube で入ればいいっすね。アイクラ見せプレイということで、これ Twitter でね、ちょっと昔にね、よかったら見てくださいってもらったやつなんやけど、テヌーゾさん、結構見せプレイで結構有名だと思うんですけどね。見ていきましょう。アイクラ、やっぱ見せプレイちょっと有名な人のね、見せプレイってなんかもう常識に、肩にはまってない感じするんで、なんかそんなんあんのって感じのプレイしてきそうやな。おい。あ、なんかもう違う。普通のアイクラの属事項も違う。普通じゃない？やべえわ。切り札がバグった。かっこ、大嘘って書いてあるけど、まあ大嘘やとしても、ねえ、いいね数多いし、なんかあるんでしょ絶対。ちょっと気になっちゃうな。なんかあるんでしょ、ホームランの切り札？はい。誰？何？スペシャルサンクス？ちょっと。え？一撃 370% ということで、そんなに出るんですか？ねえ、反射とかがあってもさ、サムネ中だとなんかパイロットなんかおる見えたけど、反射とかでも 370% 結構厳しそうやけど、どうするんやろ？はい。すごい、370とかもう絶対死ぬよね。はい。魔法カンタか。でもそれでも行くの魔法カンタ。どんだけ跳ね返すのそれって。どうなんじゃん。跳ね返りすぎやろ。ま、行くな。そんだけ跳ね返ったら行くわ。バグ。真実。ダークサムスには目があった。いや、あるでしょ。あるでしょ。中身。あ、ダークサムス。中身違うんか。サムスと違って。え、ちょ、それはもういいや。わかんない。わかんないから。ダークサムスの中の人の正体はもらってるから。まあ、どういうこと？なんだこれ？バグって書いてあるね。え、すごっ！ステージなかった。いや、消えたんやけど！ちょっと、ダークサムス、透明人間なれるやん、これ。倒せんのこれ、倒せんの？うびくしょ！怖っ！怖っ！え？え？めっちゃ怖いんやけど。めっちゃ怖いんやけど、画面真っ暗で。え？あははは！目があって草。はい、なんか同じようなステージの感じでバグってリプレイがありました。このステージは何なん？どういう仕組みなん？なんであれステージ消えるの？し、なんかバグるの？なんでなんだろう？処理落ちやったらなんや、ステージ自体遊びやんはずやから。え、なんなんだろう？ちょっと、これは結構、うん、ダイアントだったチーム戦か。チーム戦なんですよね。あ、なるんや、やっぱりそう。え、めっちゃ重いやん。めっちゃ重いし、あ、マグマがあるんかな、あそこに。この試合は透明人間にならへんだよな。なんでさっきのダークサムスは透明人間になったんやろ。ちょっと全然わかんないね。全然わかんない。理解は追いつかん。すごっ。すごいわ、なんかもう。まさにバグって感じの絵面やな。おー、ま、残り1体なんだけど、これもリザルトで目が出てくるかな。目、あ、こ、怖いってこれなんか一気に真っ赤なの。リザルトどんな感じ？怖すぎやろこれ。テリー小ネタ空中バスターウルフってまということで、バスターウルフっていうのはあれ 100% 溜まったらなんかさ技が出せるやん。テリーって特殊の技がの横火だよね。あのすごいぶっ飛ぶやつ、コンボとかして横火バスターウルフとか言ってぶっ飛ばす技、あれ地上技やん。空中で撃てる、そもそもあえて空中で打てる技なんかな。テリー使ってんからそもそも分からんだけど。でもこんなステージ作るってことは、小ネタっていうぐらいだから、やっぱり、ねえ、空中でバースターフルフって普通じゃ実現不可能なはずだから、どうするんやろ、ちょっと見ていきましょうか。
あー、その流れでコマンド入力をしてバスタオルをするんや。全然できてない。難しいもんね。あー、すごい。あー、すごい。空中浮いてるやん。一瞬掴めへんのかなこれ。あ、掴めないのこれって。すごいシビアな判定なのか、それとも本当にもう空中は掴む判定がないとか、掴み判定なかったらめちゃめちゃ実用性ないこれね。そもそもこのステージの時点で、まあ、あんまり実用性ないけど、惜しいんやけどな。掴んでそうなんやけど、なんで決まらないの。やっぱり、あ、入った。しっかり入んじゃん。使えますね。皆さんこれちょっとよかったら実用してください。痛恨の一撃ということで、デイフクさんの投稿なんやけど、なんだ痛恨の一撃って。そんな、でもサムネには勇者とかおらんもんね。そもそも勇者は会心の一撃やし、痛恨の一撃ってモンスター側がなんかね与える、そういう名前なんやけど、ドラクエで言うカービィ、まあ、カービィモンスターやもんね。おう、そしてなんかいいプレイしたんかな。ガノンいじめるのはほんまやめてほしい。マジでね、ほんとにカービィトラウマなんですよ。ガノン使っとって、ほんとにこいつはやばいんだよ。やばい、それはもう、いやもうカービィの前で武器を打てるやん、こんなん。モンスターだわ、こいつモンスターだわ。ハックドアイマオ、読み方わからんけど、まあ、これあれですね、なんかいじったやつやね。いじってステージ変えましたってやつやと思う。スタブに見た感じ、これ人気ランキングの上にあったんですよ。みんなこういうの好きでしょ。やっぱ珍しいもんね、こういうね、なんか普通じゃアレイアンステージで遊ぶみたいな。ほら、おかしいじゃん。これあれやん、ね、オンラインの待機ステージの背景というか、トレーニングモードで使えるやつやね。このステージすごいな。こんなんで遊べるんや。なんかトレーニングでしか遊べやんイメージやけど、これ普通にダラントで使ってるよね。何しとんこれ。 1P と 3P 戦ってくれ。なんだら戦ってくれ。ね、なんかね、もったいないわ。このステージでなんか戦うのはもったいない。せめて戦ってほしいっすね。音バグってね。音バグってね。マルスさん、音を消し去ってるよ。4P は何もしてるわ、あいつ。4P が一番やばいぞ、あいつやばい。4P 無心でやってる。なんか始まったけど。なんか始まったんやけど、ちょっと、そういう遊び方な。君たち、まあ、愉快なパーティーゲームだもんね。愉快なパーティーゲームは、これ、4P、お前何してんのな。まあ、画面読みろよ、4P。4P、あいつ、やばいな。空気読みやんタイプやな、あいつ。もう、なんだこれは。なんか始まったよ。なんか始まったよ。ちょっと。なんか始まったよ。これなんなんこれ。どういうゲームこれ。わからん。わからん。誰か教えて。なんなんこのゲーム。あ、終わっていくわ、これ。終わってったら、まあ、普通に終わるんかな。バグとかなしに。サドンデスあるんかい。え？お前、サドンデスぐらいしっかりしてくれ。ちょっと、4P。画面見てへんから、もうあいつが一番先に死ぬと思うけど、どうなるこれ。これボムヘッドが落ちてきますよね。いや、ステージでかすぎて画面が全然ちっちゃくならん。来たよ。画面近っ。こんな近くなんの。てかボムヘッドこれ、お前お前が勝つんかい。はい、ということで今回ね、こんな感じでした。よかったら登録ね、よろしくお願いします。で、このみんなの投稿シーズンにね、動画提供したいって人はね、概要欄の下の方にあるんで、よかったらお願いします。で、まあ今日はね、まあ土日はホームコンあげてんけど、まあホームコンの動画投げ出したん最近だから、結構みんなホームコンの動画見てるからさ、ホームコンの人ってイメージあるかもしれんけど、まあ、普段はこんな感じの動画上げてるので、うん、まあ、ホームコンも面白いけど、まあおもろいね、やっぱりみんなの動画。バグとかもね、うん、まあ、バグとか、まあ、あんまり進めるならどうかと思うんですよ。その実況者的にどうなんかなと思うんですけど、まあまあ、面白いよね、うん、面白い。やっぱね、俺も視聴者自体もあるわけだし、やっぱ面白いよね、こういう小ネタは。ということで、まあね、こんな感じでこれからもやっていきます。そこどうやって入ってん。はい、尺稼ぎ TV です。ね、多分明日動画で、まあ顔出し実写で、ちょっと重大発表すると思うんで、ちょっと明日の動画、まあ夜の6時ぐらいと思うんですが、お楽しみにしていてください。まあ一度ちょっと今日の配信とかでも触れるかもしれんけど、お願いします。